おはようございます。今週も1週間満足していきたいと思いますが、今週はですね、1週間の間に6日間勤務がありますというね、まあ、Vlog のほとんどがね仕事に追われるルーティンとなってしまうんですが、ワイルドスピードの新作が公開されているので、まあ休みの日はもう確実にそれを見に行きます。なんでワイスピを糧に1週間満足していこうと思います。というわけで早速動いていきます。鍋を温めてたら焦がしました。クソだ。それでは仕事へ行ってきます。最近誤作動をよく起こすんですけどね、このお掃除ロボットマジで床に物置けねえ。あれ、はい、それじゃあ今日も仕事へ行きます。はい、というわけで仕事終わって今浅草へ来ております。三社祭り3日目ですね。人がゴミのようです。というわけで満足したんでもう帰ろうと思います。三社祭りちょっとだけ見届けてから戻ってきました。すみません、はい、三社祭り一体ね料金改正というのがございまして、値段レンジの料金若干下がるようにさせていただきます。下がるんですね。少し料金下がってもらえないかなとかあるんですか。こちらの方で全てさせていただくので。なるほど、会社が切り替わるってことですね。会社が切り替わる。あ、なるほど、切り替わる。あ、それって別会社に乗り換えるって言ってですか。そうですね。あ、はい、なるほど。大丈夫って感じですか。そうですね、何かあったら、はい、お声掛けしますので。はい、なんかチラシとかご自身でさせていただくので、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、無事に。あ、はい、失礼いたしました。はい、失礼します。営業じゃねえか。仕事は別に疲れてないんですけど、仕事の後にわざわざ寄り道していった三社祭りと、あと電気のなんか営業の勧誘で、それで疲れました。わっしょーい。はい、おはようございます。月曜日なんですけど、昨日今日明日は仕事で水曜日が休みです。水曜日休んだ後木金土日がまた仕事なんで、まあ今週は水曜日しか休みがないんですけど、ワイスピをね見るっていうのを糧に頑張っていこうと思ってます。はい、というわけで今日の朝ごはんです。こっちは昼。はい、それではそろそろ時間やばいんで仕事行こうと思います。家出るちょっと前によく投函される迷惑チラシあるじゃないですか。あれがちょうど来たんで、タイミングよく玄関開けて突っ返したんですけど、絶対真似しない方がいいです。なんか言葉では表現できないけど、明らかにヤバい人が入れて回ってたんで。で、これ今までで2回目なんですけど、その面と向かって突っ返したのがマジで危険だなって思いましたね。まあ自分はやるんですけど。はい、というわけで今日の昼です。すっ、仕事終わって帰ります。はい、というわけで帰ってきました。まあちょっと
あんまりお腹も空いてないので、もう今日はね早めに寝ちゃおうと思います。明日も仕事です。ではおやすみなさい。はい、おはようございます。今日は火曜日です。仕事3日目なんですけど、めっちゃ雨降ってます。まあ、キムチ鍋を作って、昨日キムチ鍋を作って仕事に行って、で昨日の夜帰ってきてノータッチで寝たんですよ。温めないで。で、まあ、キノコを入れてたわけですよ。キノコここに、まあ、キノコ入れてたわけですよ。で今ね、雨も降ってて湿度高くて、まあ、昨日作ってから現在9時30分ぐらいに至るまであれで放っちゃったわけですよ。じゃあ、まあ何が起きたかっていうと、廃棄せざるを得ないことになりました。先に流して、今日仕事やったらやっとワイスピが見れるんで、モチベがずっと高い。はい、というわけで今日の朝ごはんと昼です。よし、それではこれから仕事行ってこようと思います。雨だけどラッキーなことにほぼ雨止んだんで、まあ、一応折りたたみ傘持ってますけど、めっちゃ雨降ってんだけど帰ります。はい、というわけで帰ってきました。いや、ちょっと今日はね、仕事仲間から結構大事な考え方っていうのを教えてもらって、そう、効率的と我流がね、自分は結構混在しがちってことがよく分かって、まあその他にもいろいろあったんですけど、 OK、 とりあえず最近ちょっと片手鍋の中身が2回ほどちょっと中身ダメになっちゃったんで、ちょっとマジで量を考えて本当にすぐ消費できるぐらいの量にしてやっていこうと思います。マジでもったいなさすぎるんで。普通に崩壊した。さあ、はい、というわけで今日のご飯です。おはようございます。起きました。ちょっとね、今日は映画を見に行くんですけども、時間がね、今日はでも時間がめっちゃ押してまして、で今シャワー浴びてきたんですけど、洗い物とかやったりとか。サンドレぐらいかましたんでやばい時間が。というわけで錦糸町まで来ました。信号2回待つのだるいな。最悪のパターンじゃんこれ。歩道橋から行こう。歩道橋から転げ落ちるのだけはちょっと嫌だけど、何も食べてないんで高校生みたいな昼ご飯を食います。パルコじゃなくてオリナスでした。こっちかよ。はい、2番。はい、というわけでワイルドスピードファイアブースト見てきました。もうめちゃくちゃ面白かったです。もう2015年に次回作あるってことなんで、早く1年半過ぎてほしい。とりあえず吹き替えでもう一回見たいと思います。糖分補給、こういうの書いてもらうとちょっと得した気分になります。使いづらい。はい、というわけでスタバで動画編集やってました。今大阪福岡仙台の交通費調べようと思ってるんですけど、半年後4ヶ月後か、今時期が先すぎるんで料金が分かんないです。
はい、というわけで帰ってきてちょっと寝てました。やっぱね、映画めちゃくちゃ面白いんですけど脳が疲れます。はい、というわけで今日のご飯です。うまっ。普段鶏肉の相方はブロッコリーにしてるんですけどネギもありな。というわけでシャワー浴びてきました。洗濯も終わったんでようやく服が着れました。また新しい玄米届きました。意外と消費率が上がってる。昼もね、弁当作って持ち歩くようにしたらちょっと消費量上がって買うスパンが短くなってます。おはようございます。起きました。起きたんですけどまだ起きる必要ないんで一回寝ます。無理やり寝たんで寝すぎて逆に頭痛いです。はい、というわけで今日の昼ご飯です。よし、それでは仕事行ってきます。夜ご飯でございます。というわけで仕事終わってあります。はあ、疲れた。ダッシュしたわ。はい、というわけで帰ってきてシャワー浴びました。もう今日はね、時間も遅いんでさっさと寝ようと思います。はい、というわけでおはようございます。起きました。今日も仕事なんで準備していこうと思います。仕事仲間に勧められた推しの子を見てます。よし、それでは仕事行ってこようと思います。なにこれ、やめてください、恥ずかしい。仕事仲間の一人から YouTube チャンネル見つけましたということでね、報告いただきました。ありがたいことにチャンネル登録と動画に対するね高評価もつけていただいてるみたいで、まあ、広めないでくれることをね願っているばかりですって感じで、今仕事仲間とね、まあ、こんな時間なんですけどいろいろねおしゃべりしております。はい、というわけで帰ってきてシャワーを見ました。シャツの前と裏逆ですね。まあそんなことはいいんですけど今日も仕事なんでも寝ます。はい、おはようございます。起きました。今日は歯医者行ってから仕事があるので、で、歯医者までの時間がね、そんなに残ってないんで、さっさと準備していこうと思います。まあ、さっさと準備していくっていうんだったらね、動画撮ってる場合じゃねえよって話なんですけど。最近本当に思うのが、1週間過ぎるのがめちゃくちゃ早い。まだ個人的にね、水曜日とか木曜日の気分なんですけど、もう土曜日なんですね。 Vlog も終わりやんって感じです。というわけでまずは歯医者へ行こうと思います。ちゃんとね、弁当も自炊ちゃんと弁当生活もね続いてるんで、この弁当箱とねこの保冷バッグだけで2000円ぐらいしてるんで、節約云々の前にこいつらの元を取らなきゃいけないっていうね感じです。あんまり映ってないけどネックレスちゃんと使ってますからね。今日もつけていっちゃおう。よし、めっちゃ暑い。歯医者行きます。終わりました。30分間飲食ができないんですけどお腹がとても空いております。朝プロテインしか飲んでないんで。
というわけで仕事が終わりましてのんびりしております。いや、明日も仕事なんですけど、とりあえず、一区切りついたってことで今週の iVlog がここで終わろうと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。来週も日曜日の19時半頃に動画投稿します。というわけでバイバイ。